様こんばんは、吉村まりでございます。加藤滝です。いや、実は今私たちロサンゼルスのハリウッドにありますチャップリン記念スタジオの A&M っていうところの特設会場にいるんですけれども、そうなんですよ。いや、実はこのロサンゼルスはですね、先立って大統領選挙でもって、地方出身のレーガンが次期大統領に決定しまして、もちろん彼はそのままサンタモニカの自宅で組閣に入って6日にはワシントンに行っちゃったんですけれどもね。それにもましてね、こちらではレーガンとは関係ないんですけども、はい、将軍が放映されたでしょ。それでもう日本ブームがもう極地になっちゃって、もう今日の食べ物全部日本食なのね。このパーティー会場の、うん、でそういう日本文化っていうものが本当にね、このカリフォルニアに定着しちゃった感じがあるわけ、それにもまして輪をかけてイエローの今日のコンサートパーティーがあるわけでしょ。でこれでもうみんなが見たい見たいって言って大騒ぎで、全部日本文化ここに定着せるという感じです。本当そうですね、とにかくハリウッドは物見高い人たちが多いっていうはずなのにね、実は今日ものすごいいろんな人が集まっちゃって、さっきリストに書いてあるんですけど、例えばね、リタ・クーリッジ、カーペンターズ、オズモンズ、デイビッド・ソー、スタスキー・アガチのデイビッド・ソウル、ロッド・スタイガー、セルジオ・メンデス、ハーパー・ロバートに、スーザン・トニー、ダドリー・ムアニー、マンハッタン・トランスファーに、もうたくさんいる。それからね、日本の人もね、島田陽子さんがね、それから三宅一生さんと、ほんとほんと現れちゃってるんですけれども、もちろんこっちにもね、有名人がいっぱい来てるんだけども、これがね、やっぱりサテライトを通じて、ニューヨークに行ってるんですよね。でニューヨークでは、ね、デビッド・ボーイとか、それからスーパーマンやクリス・アリーとか、ね、あとベース・ウィザーとか、つまりニューヨークもすごい人気なのね。もだけどこれ本当に衛星生中継っていうと日本に今行ってるかしら、ちゃんと行って海でもいないんだけどね、人口あれって行ってるかしら、大丈夫か、心配ない、一秒間高いからやめなさいって、そんなくだらない話だけど、ものすごい報道陣が来てるのね。日本からも、ね、全部の新聞って書いてる。こちらのね、三大ネットワークの NBC、ABC、それから CBS、TBS、スター、ロサンゼルスタイムズ、ものすごいのね。まあともかくそんなわけでもって、これからねコンサートが行われるんで、まあ我々もね中に入ってみることにいたしましょう。皆さんもどうぞご一緒に、どうぞどうぞ。